私、名前を奥村茂と申します。沖島漁業協同組合の組合長をお預かりして4年目に入りました。漁師歴としてはね、約55年以上に及びます。まあ琵琶湖と共に今日まで沖島に生まれて沖島に育って暮らしてきております。古山エビですね、スジエビ、まあ、学名スジエビなんですけど、私どもは普段は小エビでもう通るんです。島の住民にはもうそれで十分理解できる。まあ一番一般的なのはやっぱりエビ豆ですかね。エビ豆が一番そのまあ名前も知れ渡ってますけど、で美味しい食べ方としてはかき揚げ、寄せ揚げといったもので、まあ、エビ大根、エビの味の良さが出て、それぞれがみんな美味しいと思います。で今現在行っている漁はエビタツベ漁、タツベをはめてます。子供の頃から行われてましたけど、当時は手作業で作った手間暇がかかって、でそれをようやく750個を手作りで作りました。でその当時はね、それだけの数で70キロから80キロぐらい取れたんです。しかし今日先行、それよりも数がさらに多いんですけども、上げて帰ってきて約15キロ、まだ時期的にもう少し早いんで、これからもう少し余計に取れるようになるとは思うんですけども、やっぱり資源がね、昔に比べたらかなり減ってるということが言えると思います。昭和40年代に入ってから、まあ、化学物質が発達しました。当時は下水道処理がされてなかったんで、琵琶湖に流れ込んでいたんですね。そのことによってかなり水質が変化をした。でその変化に魚たちが耐えることができなかった。マザーレイク、まさに母なる琵琶湖で、まあ汚れたとはいえ今も自然がたくさんあります。私どもはその自然を、あるいは資源を糧として生活をさせていただきますね。この大事な琵琶湖をこれ以上汚してはならないし、むしろまあいい方向に育てていきたいっていうふうには思っておりますけども、さらなる琵琶湖が良くなるようにみんなで力を合わせて、後世にきれいなままで、なおかつもっと素晴らしい琵琶湖のままで伝えていきたいなというふうに思っております。